はい、皆さんこんにちは、こんばんは。雑誌ドット宣伝ジャガーを担当しているロベと言います。本日も、ジャガーの担当チームの様子を紹介していきたいと思います。今日紹介しようと思っているエンリッチメントは、物理エンリッチメント。ご来園中のお客様にお知らせいたします。現在ジャガーでは、夜間講師を行っておりまして、夜もグラウンドと、室内を自由にしていけ、キッチンできるようになっています。自由に、利用できる場所を選べるように、扉を開けているんですけれども、実際、夜はどのように彼らがグラウンド、グラウンドと室内を、利用しているかはあんまり私も見たことがないので、今回はその物理エンリッチメントの一環として、夜間講師を取り上げてみたいと思っています。